川口城は鳥取県東白郡ゆり浜町パクに存在した日本の城。ゆり浜城指定史跡。JR 山陰本線、白駅のすぐそばの小山がそれである。宝紀国と稲葉国の国境に位置する要所で、室町時代頃に川口市が築城した。城には守護下に近い三名一族が入り、城を守っていたが、天腰の侵入で追放され、城には、 甘子正久が入った。天文十五年には、武田国信、南条宗葛の攻撃で落城、元城主の川口久志氏が入城するが、天子氏の構成で、再び退居を余儀なくされた。永禄五年に、毛利氏によって解放された後には再び、川口久志氏が入った。天正七年に、南条氏が毛利氏より離反すると、川口久志氏は、毛利方に属し、 城は、毛利法の拠点となった。そのため、小田氏の攻撃目標となり、天正9年9月には、松井康幸率いる水軍によって、城下諸とも焼き払われ、戸間流らの計5千65層も焼かれている。天正12年に南城領と確定した後は、南城型となり、慶長5年の南城死没落によって、廃城となった。 日本海に面した丘陵の頂部に位置しており、城の目の前には、泊まり浦が存在し、国境警備だけでなく、日本海の水上交通を監視する役割も有して、いたと推察される。四角は、幅が15メートルから26メートル、横が60メートルと細長く、南東部に土塁、掘り切りが存在し、石積み以降も確認される。南東部は、崖となっており、 自然を利用して防御性を高めている。周辺のクルワは、近世現代にかけて、二十歳として利用されており、改変の痕跡がある。AB、町内の文化財百合浜町公式 HP 一時資料には、この頃から確認されるようになる。円通寺文書書集、タイチン周の口書きによれば、A66 年に、田島国の僧、花王将が、 南城宗勝の父の法要に招かれた際、白の妖怪化へ着眼したと記されている。岩見吉川文書によると、天正9年6月には、吉川京平がこのことを予想する内容の書状を書いている。京平は、敵の攻撃時期を8月から9月と予想していたが、松井水軍の襲撃によりこの予想は的中することになった。ありがとうございます。